世界が混沌とする中、日本も中国の脅威に対応すべき防衛力強化が進められています。そんな中、護衛艦加賀の第一段階改修工事が完了との情報をキャッチしました。今回は、護衛艦加賀の空母化で変わる海上自衛隊を詳しく深掘りしていきますね。艦首資格へと変貌を遂げた加賀ですが、マジでかっこいいですよね。F-35B 戦闘機の発進がしやすくなりましたね。将来的には次期空母を建造してはとの話もあるが、出雲型のスケールで大丈夫とも思う。海洋国の日本は大型空母が必要なのだろうか考える。2023年の現時点において海上自衛隊が保有運用する中で最大規模の大きさ排水量を誇るのがヘリコプター搭載護衛艦艦首記号 DDH に属する出雲型護衛艦の2隻1番艦出雲と2番艦加賀である。これら2隻の出雲型護衛艦は基準排水量で 19,500トン、満載排水量で 26,000トン、全長で 248.0m、全幅で 38.0m の規模の艦体を持ち、前級であるヒューガ型と同様に全通式の飛行甲板を備えていることでもよく知られている。ヒューガ型護衛艦で海上自衛隊が初めて全通式の飛行甲板を備えた艦艇を就役させた当時は、日本国内の反対派からは、ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH を称しながら、形状は、事実上の航空母艦だと、大きな批判が寄せられた。続いてこのヒューガ、型をさらに大型化させた出雲、型護衛艦についても、同様の理由から批判が浴びせられる事態は続いていたが、艦載機は、各種の回転翼機に限られており、あくまで、その運用のための全通式の飛行甲板であることが前提とされてきた。出雲型護衛艦は、前述した通り、現在の海上自衛隊の艦艇の中で最大規模を誇る艦艇であることから、艦載が可能な複数の回転翼機の総数もおよそ14機、同時の離発着も5機が可能という類稀な機能を有していた。そんな出雲型護衛艦であるが、アメリカのロッキード・マーチン社が中心となって開発された、いわゆる第5世代戦闘機の F-35 ライトニング2の中の1機種として、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型が登場したことで、一気に流れが変わった。この特殊な運用が可能な F-35 ライトニング 2B 型という固定翼機の登場によって、出雲型護衛艦は、同機を艦載機とする航空母艦化改修を施すことが、2018年末の防衛計画の大綱で打ち出され、この時の中期防衛力整備計画で、ストブル機の運用が明記された。従来までの太平洋戦争後の日本政府の立場、見解は、専守防衛を旨として掲げる自衛隊において、保有が相応ではない兵器の例として、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型の航空母艦という括りを一貫して示してきていた。にもかかわらず出雲型護衛艦が航空母艦化されるということは、これまでの政府の見解をも否定する行いだと、反対派からの激しい糾弾が行われたわけだが、現在の日本政府はここで禁じられているのは攻撃型の航空母艦だというレトリックを採用している。つまり、出雲型護衛艦の航空母艦化改修が終了したとしても、それは攻撃型の航空母艦ではなく、あくまで、日本の防衛に必要な自衛に向けた航空母艦であり、これまでの政府の指針と何ら矛盾しないと、政治的な解釈を披露している。そうした理由付けのもと、出雲型護衛艦の航空母艦化改修は進められることとなり、出雲、加賀、共に大きく分けて、5年に一度の頻度で行われる大規模検査時を利用し、大きく分けて2度にわたって、その改修工事を推進する形となった。まずは、1番艦の出雲が、2019年度の末から、2021年6月いっぱいにかけて、1度目の大規模改修工事が行われ、全通式飛行甲板に対する F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に対応した耐熱加工等が施され、今は、一旦通常任務へと戻っている。そして、2番艦の加賀は、
2021年度の末から一度目の大規模改修工事が行われ、この2023年10月10日に、この工事のために一旦削除されていた館名と看板号が再びペイントされ、一度目の大規模改修が終了したことを示した。今回の一度目の加賀に対する大規模改修工事は、出雲に先んじて、全通式の飛行甲板の先端部分の拡幅も、その内容に含んでおり、アメリカの海軍の強襲揚陸艦と、同じようなスクエアな形状へと変更された。これは、収益の時点では、全通式の飛行甲板は、先端部に向かって狭くなっていく形状だったものを、スクエアな形とすることで、全通式の飛行甲板上の面積を拡大することを実現しており、露天駐機する機体数を増加させることにつながる。出雲片護衛艦の機能を、今後 F-35 ライトニング 2B 型艦載機の運用を中心とすると考えるのであれば、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦や、イタリア海軍のカブールのように、スキージャンプ式の発艦装置を備える方が効率は高いと思われる。しかし、出雲片護衛艦は、多数の対潜水艦戦闘を前提として、対潜攻撃用の回転翼機の運用や、それを支援するソーナーを、船首部分の下部に搭載していることもあり、スキージャンプ方式を新たに艦首に追加することは、艦のバランス上からも難しいと目されている。また、艦首部分にスキージャンプ方式の発艦装置を設置する場合、やはり、全通式の飛行甲板上の露天駐機スペースは、減少してしまうことになるため、今の海上自衛隊では、最大規模の艦艇とはいえ、出雲片護衛艦には採用されなかった模様だ。このように、出雲片護衛艦は航空母艦化改修を施し、F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を目指すとはいえ、従来の対潜哨戒任務との併用を残すことが求められており、その意味では、少ない艦艇を汎用的に使用することを志向している。こうした一艦で、多数の用途に対応するというコンセプトは、海上自衛隊の水上戦闘艦としては、最新鋭であるもが身型護衛艦についても同様であり、対空、対艦、対潜の各用途は、持ち、論、対機雷戦までも包括する多機能艦となっている。も、が身型護衛艦は、現行型は、12隻で建造を終え、さらに改良を加えた新型の FFM が引き続き建造させていくことが決まっているが、防衛予算の増額が決まったとはいえ、限りあるリソースを多用途に活用する動きは、今後もしばらく続くのだろう。さて、出雲片護衛艦の件に話を戻せば、1番艦出雲、2番艦加賀、ともに、現時点では、2027年度中までに、2回目の航空母艦改修を完了させるものとみられており、まだ、これから、およそ4年ほどの時間が必要になる計算である。出雲片護衛艦は、回転翼機や今後の F-35 ライトニング 2B 型の運用を可能としても、もともと、護艦の防衛能力については、最低限の兵装しか装備していないため、その運用時には、必ず艦隊防空を担い得る水上戦闘艦との連携が必要となる。これに最も適している艦艇は、2023年時点で、海上自衛隊が全8隻を保有、運用中のイージス護衛艦だと考えられるが、これら混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の現有艦は、いずれも、日本全体のミサイル防衛任務を担当中だ。防衛予算の増額に呼応して、新規に、イージス護衛艦2隻の建造と、中止となったイージスアショアを代替し、日本のミサイル防衛の中核を今後は担うイージスシステム搭載艦2隻も新造が決まっているが、これらの収益がポイントになるだろう。これらが稼働しない限り、出雲片護衛艦の航空母艦化改修が完了し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載できる環境が整備されたとしても、出雲や加賀は、単艦では、敵の対艦ミサイルの敵になりかねず、有効な活用が期待できない。出雲片護衛艦は、航空母艦化されるとはいえ、F-35 ライトニング 2B 型の艦内への搭載数は10機前後に止まるとめされており、あくまで手薄な南西諸島方面の航空戦力を最低限維持するくらいに考えておくべきだろう。ちなみに、
肝心の F-35 ライトニング 2B 型の調達はといえば、航空自衛隊隊では、現時点で、総数で、42機の取得を打ち出しており、地上の待機基地としては、宮崎県の新田原基地が、その受け入れ先となる予定である。